はい、本日はですねこちらノースフェイスのマウンテンライドジャケットを4年間で7着も買った感想をねお伝えしていきたいなというふうに思います。ということでまず1着目というのはこちらケルプタン2018年のモデルなんですけど、これはもうプレゼントしました。なくなったんで今はないんですけど、まず買って、で次ストームブルーってやつ、これもまたプレゼントしました。だから僕の手元にはないです。当時のプレゼント企画なんかで渡したと思うんですけどね、なくなって、でその次にグレーを買ったんですね。でこのグレーに関しては今ここ探したんですけどないということは、おそらく今嫁が取ってると思います。だから嫁のところにあるんやけども、その後デニム2つ、ブラックと、ブルーのデニムで、このブルーのデニムもあげました。これはあの幼馴染にあげたんやけどね、あげて、まあ、ブラックだけはこちらに今残ってますけども、あると。そしてその後この、ブルーみたいなね、ドラえもんカラーみたいな、あのノースフェイスって基本的にはこの黒の切り返しなんやけども、似たような色のやつ買って、でその次に今年2020年の春にこの色を買ったんですけど、まあ、合計7着買っていきました。そして、まあ、買って分かることってあるじゃないですか。で、ね、デニムの方に関してはもう一回買い直しました。見てください、こちらにズドンということでね、またお前買ったんかということで、同じようなやつ持ってるなって感じなんですけど、同じようなやつ持つぐらい皆さんやっぱハマっちゃうんですよ。でそういうところをねお話ししていこうと思いますので、まずはね着用でもしていきましょうか。これが L サイズやからちょうど L でいいでしょう。なんかだいぶ前に買ってたんやけど忘れとってずっと袋の中にね掘り込まれてたんですが、ちょっと一回着てみましょう。だから今頃ね、あの上げた幼馴染の友達、以前動画も出てくれたけど多分びっくりしてると思います。あれ俺手元にあるはずやのにってなったらね、違うんだよと、これ僕新しくまた買い直すんだよということでね、安心していただければいいんですけども、 L サイズのサイズ感っていうのはねこんな感じです。ちょっとずっと畳んでやったんでペタンと今してるかもしれないんですけども、まあ、これぐらいのサイズが L サイズなんで、比較的ちょっとゆったりしてるサイズ感かもしれないですね。着丈もちょっと長いし、ノースフェイスって物によったらね結構ちっちゃいのもあったりするんですよ。例えばこの辺のねデナリジャケット、まあこれフリースやねんけども、フリースこれも同じ L なんですよ。でも全然ちゃうでしょ、ここまで着丈あるのと、まあ、ここで終わってるのとって、まあ用途が違うから違うねんけども、まあ、全部同じサイズなんやけども、規格とかこう着方によってちょっと変わってくるっていうことで、これはあえて大きめというか、もともとインナー着るように作られてますので、これぐらいのサイズ感になってますね。でちなみに僕 M サイズ着た時もあるし、 XL 着た時もあるんですけども、痛いって方いらっしゃったらね、これ動画作ってますのでこれ見ていただければなと思います。ではね、このマウンテンライトジャケットってね、めちゃくちゃリピートで買う人多いんですよ。で色違い買う人めちゃくちゃ多いんやけど、なんせこのマウンテンライトを一言で言うたら何っていうと、完成されたジャケットなんですよ。なのでみんな、あこれもう買っちゃった、もう完成してた、めっちゃええやん、だから色も違うやつ買っていこうということで、まず一つ目はね、豊富なねカラーバリエーションがいいっていうところなんですよ。見ていただいたら分かる通り、こうベージュ系があったり青があったり、こうブラックがあったりで、これがインディゴのジャケットになってるんですけど、まあこういう風にいろんなカラーバリエーションがあるっていうところがね、一つこのマウンテンライトにファンが多い理由やと思います。あなるほどと、確かにそうですよね。赤系もあったりオレンジとかもあったりするんで、もう絶対好きな色味っていうのがあるんですよ。例えばねベージュあるじゃないですか、ベージュもね、あ俺買ったからもう終わりやと思うじゃないですか。ほんならねまた来年も出すんですよ、似たようなちょっと違う色。うわー俺もベージュ買ってんけどな、この色またさらによく見えるな、ほなポチっとこうってポチるんですけどね。もう今うんうんってうなずいてくれる方がねいらっしゃるとは思うんですけども、そのようにまあカラーバリエーションが豊富で毎年仕掛けてきますよねと、年2回仕掛けてきますのでね、絶対好きな色あるやんけって感じなんですけど、まあそういったカラーバリエーションが豊富であると。で次にね、このマウンテンライトジャケットがなんで完璧なんかっていうと、もう完成されてるんですよ。で完成されるってめちゃくちゃねやっぱアウトドアのブランドやから、こう頑丈に作られてるんで、普通の街で着るようなこうテーラードジャケットとか、あとはミリタリーのジャケットとかよりも全然スペックとかこう丈夫さで言ったら上なんですよ。だから多少降ったとかね、多少雨降ってきたとかやったらね、全然水も入ってこへんし風も通さへんし、でそれでいてそこまで頑丈やったら、どうしてもこう分厚くなってくるんかなと思うじゃないですか。こうレザーとかもそうやけど、やっぱ分厚ければ分厚けるほどこう頑丈な感じあるんやけども、やっぱ動きづらいしなとかね、ちょ着心地悪いしなと思ったりするんやけども、これはねよくアウトドアでも使われてるんですけど、ナイロンっていう素材が使われてるんですよ。でこのナイロンっていうのはね、世界初の、合成繊維、まあ化学繊維なんですよね。だからもともとは天然繊維しかなかったんですけども、合成繊維というか化学繊維がね1940年か20年かちょっと忘れたけど、その辺でできてたんですけど、それの初めてはナイロンなんですよ。でナイロンができて、おナイロンできたとすごいやんと、大量生産もできるし丈夫なやつできたやんってなってたら、そこの会社から僕辞めますって言ってね、嫌です、やりたいことやるやめますって言ったら、ゴアっていうおっさんがいてるんですけどね、ゴアさん辞めるんですねって、ちょっと残念ですねなんて言ってたら、その人自分で会社立ち上げたんですよ。でゴア社っていうの出来上がってね、いやあのナイロンよりもさらにもっとすごいナイロン作っていこうってね、ゴアテックスっていうのができたんですけど、その人の名前をつけてねゴアで、そしてテックスっていうのはまあ生地とかそういう意味があるんですけど、ゴアさんが作った生地ですよっていうことでね、今この腕
のところにゴアテックスっていうのがあったりするんですけども、まあ、僕はよくそれを代弁しますのでゴアテックス博士なんて言われたりしてるんですけども、まあ、そういったゴアテックスが採用されているので完全に水にも濡れないし風も通さないと。で、まあ、このモデルはちょっと違うんやけども、まあ、一旦そういう風にベースはなってると。で、ね、ゴアテックスの防水って言って普通にみんな感じるんだけどね、防水って結構あるんですよ意外とね。だけど完全防水っていうのがないんですよ。で、完全防水って何っていうと絶対に水が入ってこないっていうテストをやってるんですよ。で、それがねもう雨の中でザーッとこうちっちゃい部屋の中でね雨にバーって打たれてほんまに水が隙間から入ってきたりせえへんかっていうテストも行うし、さらにそれを着用した上でこうランニングとかしてこう邪魔なところがないかとか不快感がないかとかいろんなテストをしてそれ通り越したのがゴアテックスになってくるんでね、まあそういうところで、まあ、ゴアテックスが採用されて、まあ、頑丈になってると。なんつったってもともとナイロンのね、会社から辞めたゴアさんが作ったやつですよ。で、ちなみにナイロンの会社っていうのはデュポン社っていう会社です。このデュポン社っていう会社はアメリカの会社なんですけどね、皆さんあの頭に覚えておいてくださいということでね。そして次が、まあ、これ着用してみてね僕いつも重宝するとき何かっていうとこれ車の運転なんですよ。で、車の運転のときってよく冬場秋冬ってなってくるとゴツゴツしてくるので一回一回脱がなあかんでしょ。あもう車入るためにあ脱いでとかってめんどくさいからもうこのまま入れるんですよ。で、生地もねそんなにめちゃくちゃ分厚いわけじゃないので、まあ、頑丈ではあるんやけどもそこまでこうレザーほど分厚いとかっていうのはないので運転もしやすい。こうバーって運転とかも全然できるしサイズも大きめに作られているのでよっぽどタイトとかにせん限りはこう動きにくいとかないので普通にガーって運転もできるしこうできるんで車の乗り降りする方とかにはねほんま特におすすめです。で、また雨降ってるでしょ。雨降ってる時って革の、合皮のシート使ってる人とかうちそうなんですけどね合皮のシート使ってたら雨でびちょびちょなんてそのまま入れるんですよ。で、合皮って別に濡れたって、まあ、問題ないんでね、まあ、本革濡れたらちょっと問題やけど合皮は別に濡れたって問題ないんでそのままバーンって入って運転できてでそのまままたフードかぶって外に行けるんですよ。めちゃくちゃ便利やから、まあ、それがねいろいろこう着用していた中でねこう気づいたことだなというふうには思っております。でもこれに関してはほんま間違いない名品やと思います。ノースフェイスの中でもほんま1位2位3位の中 このトップ3に入ってもおかしくないぐらい名品やと思いますし完成されてると思うので特にデメリットっていうのはないです。で、まあデメリットはなくて僕このマウンテンライト系の動画って過去に多分10本ぐらい作っててだいたい毎回同じようなこと言ってるんですよ。で微妙にまあ話をそれたり今回みたいにゴアさんの話したりするし、まあ、デュポン社の話もしたりするんやけども基本的なパッケージとしてはもう完成しきっております。もうこれ以上話す内容ないんでっていうことで、まあ、話してるんやけども唯一デメリットとしてはこれも毎回言ってるんやけどもジップをこう閉めた時にこの前身頃って言ってフラップがあるんですよね。こうジップだけじゃなくてこのフラップが重ねる感じでこうあるんですけどこの重ねた時に全部がボタンなんですよ。だからこのボタンって上から数えたら1,2,3,4,5,6,7 7個ポチン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 ってめちゃくちゃめんどくさいんですよね。で他のジャケットとかやったらそれがマジックテープになってるやつあるんですよ。だからマジックテープのやつとかやったらこうやって触ればもうつくんですよね。これがもうマウンテンライトの最大の弱点であり唯一の弱点なんですよ。単純にねここに使ってるベルクロをねもうその前に使ってくれたらいいんですよって。そんな難しいことせんでいいからそこでどうにかなりませんかって言ってね改良はなかなかされへんねんけどももともとちゃんとマジックテープを使ってるやつっていうのがねあったりするので、まあ、そういう方はねそっちのマウンテンジャケットっていう方がねスペックとしては上なんですけど、まあ、通称ラオジャケットとも言いますけどもね、そんな初めて見た人何の話してるか全く分からへんけども、まあ、そんなことによって、まあ、基本リピーターの人が見てるやろということなんで同じ話しますけども、まあ、ラオの方がいいんちゃうかいう話でね、まあ、今回は終わっていきたいなと思います。でねくれぐれも言っときますよ。このナイロンのインディゴジャケットはデニムと同じくロープ染色もしてるしちゃんとデニムのインディゴの染色はしてるんやけども経年変化はしません。これはもう散々言ってるんやけどそれでもなかなかわからへん人いてるから話するんですけどインディゴって聞くとこうデニムみたいにあ経年変化するんやとかと思ったりするんですけどこのナイロンの方は基本的にはしないんですよ。同じ染め方しててもデニムの経年変化する仕組みっていうのをねまた別動画でちょっと喋ろうかなと思ってるんでこれを見ればあなんでナイロンがしないんかっていうのがね理論的にわかるしちゃんと頭の中で整理してわかるので、まあ、そんな話はいつかするんですけども、まあ、今日は、マウンテンライトをね、4年間で7着ではなかったです8着でした。これね眠ってたんで忘れてましたけども8着購入してみたというところでいろいろお話してみました。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。